ようやく、航空自衛隊の F-35B 戦闘機の配備先が決定し、2024年度にニュータバル基地へ配備されることになった。そこで、防衛省は、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を発足させる方針を明らかにした。護衛艦いすも、への艦載されるのも秒読みだと思うけど、今回ハニュータバル基地が配備先に最適だった理由について、詳しく見ていきましょう。やっぱり馬毛島に近いのも、理由の一つだよね。防衛省は、2021年7月に作成した F-35B の航空自衛隊ニュータバル基地への配備に関する資料において、周辺国では、航空戦力の近代化の発展が著しい状況にあり、我が国を取り巻く安全保障を踏まえ、現実に向き合った防衛力の整備が急務であると記されていた。さらに、高い性能を有する戦闘機を用いて航空優勢を確保すること、複数の飛行場から対処を行える柔軟な運用ができる体制の構築が重要となる F-35B 導入の経緯を記し、ニュータバル基地に配備される F-35B は、将来的には防空任務に従事することは間違いない。しかし、当面の間は運用試験と基地転換訓練を実施する予定であるため、臨時 F-35B 飛行隊、仮称ハニュータバル基地の最初の飛行隊と言えるのだ。この F-35 戦闘機の検討から、導入の間、日本政府が、2018年12月18日に空自が運用している戦闘機の短座型 F-15J の165機と、複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないプレムシップ機の99機を、後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル、短距離離陸、垂直着陸型の F-35B とすることを閣議決定し、すでに2020年度から F-35B の機体の調達などを開始している。この度、導入される F-35B は、ショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字からストブルと呼ばれ、空自でも初運用のストブル戦闘機であり、必要に応じて、海上自衛隊のいずも、片護衛艦の艦載機として運用され、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、随分と前からニュータバル基地への F-35B 配備が決まっていたとも言われており、そこに F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置する構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、日本のメディアでもたびたび報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見で、約20機の F-35B で編成される1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針を示した。その記者会見の約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省にて、当時の岸防衛大臣と面会し、F-35B の配備を受け入れる意向を示している。おそらく、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたと思うけど、この臨時 F-35B 飛行隊、仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言って間違いありません。なぜ、F-35B 飛行隊を設置するのがニュータバル基地だったのかと疑問に思う人もいるでしょう。そこが最適である理由に関して、防衛省は、その所在地である新富町役場において、次のように説明していた。現在、自衛隊施設の整備が進められている鹿児島県の馬毛島での訓練がスムーズに行えることと、広島県にある海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに、最も適した位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えており、この能力を運用する際には、機体後部の推進システムのターボファンエンジンと、シャフト駆動リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンを動かすため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも、ものすごく大きな騒音が生じる。
そのため、防衛省は、新富町役場の関係者に対して、F-35B のストブル運用訓練をニュータバル基地で実施する場合は、緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うことも加えて説明している。これまでの空自は、実際に戦闘機を艦艇で運用した経験が乏しく、今後、出雲、片護衛艦で F-35B を本格運用するためには、これから、海おのずと密接に連携していくことが必要であることは言うまでもない。それを遂行するために、出雲・片護衛艦の2番艦である加賀は、F-35B が発着できるよう、2021年度に、艦首の形状変更などの大規模な改修を完了し、F-35B を艦艇上で運用する体制、いわゆる軽空母化計画が確立するとともに、有事の際にも、大きな役割を果たすことが期待されている。そして、出雲は、軽空母化計画の一環として、2021年10月、太平洋上において、岩国の米軍基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊に所属する F-35B を2機使用して、発着艦試験を米軍共同で行った。この時、海自の護衛艦に戦闘機が発着したのは初めてのことであり、やはり、海上と航空の両自衛隊が、出雲、型において、F-35B の運用体制を確立させるには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠であることは間違いない。ニュータバル基地が F-35B の配備先に選定されたのには、もう一つ理由があると言われていて、それは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いからとされている。しかし、有事を想定した場合に、一番の戦域になると見積もられる那覇基地ではなく、なぜ、ニュータバル基地が選ばれたのかは謎である。それは、現段階で予想される中国海軍の海洋進出による南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることが、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されることになった理由の一つだと気づいた。確かに、空自の戦闘機が配備されている基地で、最も南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、日本の防空の主力戦闘機である F-15J イーグルや F-35A ライトニングの離着陸可能な長さの滑走路が、この那覇基地にしか確保できておらず、有事の際に滑走路を攻撃される可能性は極めて高く、航空戦力を損なうため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのだろう。有事の際、仮に、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇の艦載機として、また、航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用もできる、柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備することは、島嶼防衛において、中国に対する抑止力強化の面でも理にかなった考え方なのだ。防衛省は、有事となったら、基地への先制攻撃によって航空反撃能力が消滅することを避けるために、実は、2021年度から、他の空自基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めていた。現在もニュータバル基地では、F-35B を受け入れる施設整備が着々と進んでおり、分散パッドの整備もニュータバル基地から開始されていた。また、防衛省が新富町役場へ説明した際、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫及び訓練場などの受け入れ施設の整備を予定していることも伝えていた。これらの受け入れ施設を整備するための経費も、令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中に計上されており、防衛省は F-35B 戦闘機を42機調達する計画で、2024年度に、最初の6機をニュータバル基地に配備し、その後に改修を終えた出雲型護衛艦に艦載することまで想定しているが、戦力化を完了するのは、まだまだ先になりそうだ。もちろん、F-35B の受け入れ体制は、新たに整備が進められている馬毛島も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音はとても大きいが、それは、実際に出力を絞る着陸時にも、最大出力でエンジンを孵化し、その間も
低空に一定時間止まらなければいけないことが理由の一つである。だからこそ、比較的騒音が少ない水平着陸のみを、ニュータバル基地で行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で行うようにすれば、騒音問題は、F3 護衛と同程度に収まるでしょうね。